なんか夜来る。昼は2000から3000ぐらい。夜が4000、5000来ます。あれなんでなんだろうね。夜来るよね、人が。うん。閲覧の推移ね。うん。すごい来てくれるよ。3000は硬いよね。3000。うん。7ちゃんは超えられないよ。うん。4000人は来るで。すごいやろ。継続は力なりですね、やっぱり。頑張ってると、やっぱ応援してくれるのかな。見る方も。最近増えたよね、名古屋来てから。すごいよ大阪でさ、ね、あぐらかかなくてよかったよね。都心に帰ってさ、過疎時代思い出してさ、ね、一人でも多くこうフォローしてもらえるような配信をしていった方がいいんだね、やっぱり。うん。大手さんになるとさ、何もこうなんか苦労しなくなる人いるじゃん。そういうのはダメだよね。あぐらかいちゃうとね。うん。手抜いたらもうすぐ分かっちゃうからね、リスナーさんも。ああ、こいつ。大手になってから印刷しか してねえじゃんみたいな、うん、そういうのダメですよね。こいつ車から出たかと思ってる人多いんじゃない。もうせえよこいつみたいな。ねえ。やっと出た。皆さん、深島に到着しました。早いです。到着です。いいですか。近いんです、めちゃくちゃ近くにいました。すいません、僕の職場です。これが毎日来ます。飽きられるまで毎日来ます。飽きられたら来ません。僕の職場です。深島村の、鳩たちですね。平和です、争い事ありません。みんな平和です、深島の住人がいません、セラさんいるかな。セラ会長、セラさん。あ、炊飯器ある。電気があれば稲荷寿司作れるな。鍋もあるし、鍋もある。稲荷作れるな。コンロもあるしな。どっかにあったな、コンロ。あー、芝の自転車がありません、皆さん。鳩があそこで水飲んでるわ。すげえ平和だな。水飲んでる。ポタポタ垂れてる水道水飲んでる鳩が。わざと出してくれてんのかな。ポタ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 してる、ずっと。あ、ハンドソープとかあるやん。ポタポタずっと出てる。鳩が飲んでた。これ風呂入ってんの、これ。ここで風呂入ってる。すげえな。水もさ、ここにあってさ、 トイレはあそこにあるやん。普通に生活できるやん、これ。水もあって、
トイレもあって、で米田コーヒーもあって、ファミリーマートもあって、娯楽施設もあるでしょ。これ揃ってるわ、これ。すごいよな。よくここに住もうと思ったよな。立地いいな、ここ。お湯なんかだってカセットコンロで沸かしたらいいやん。あそこで水汲んでさ、ガスコンロあるやん、カセット式ので、夜間もあるやん、カップラーメン食えるやん、うん、で腹減ったら この鳩たち捕まえて焼いちゃ食っちゃえばいいんやん。肉食いてえなと思ったら、これも食物なのかね、うん、食材だよ、食材、焼き鳥だよ。それで島の家なんだけど、アムロの家、自転車がないんですよ、うん、いないっすね。ちょっと初めてだな、これ。誰もいない深島に、うん、アムロ、アムロいる、アムロ、島、島来たぞ、返事しろ。いないですね。八京おばさん行くか。八京おばさんいないわ。浅井さんもいないんだよね。浅井さん足悪いから絶対遠くに行かないんだけど、でもたまに散歩するって言ってたんだけど、いないんだよな。全員いない、4人いないわ。5人いるはず、いないんだよ。誰もいないんだけど。仕事行った？誰もいない。あれかな、アムロは競馬行っちゃったか。競馬行った？昨日8500円儲けたさ。あの空き缶拾って2000円にして、その2000円をあの地方競馬、笠松競馬で8500円にしたって言ってた。今日は炊き出しあるんだっけな。あれ毎日あるって言ってたっけ。今日も行ってると思う。アムロすごいね、うまいんだって競馬。どっかの炊き出し行ってんのかな、どうなんだろう。今日お母さん、荷物多いな、お母さん。自転車倒れたぞ。こんにちは、こんにちは。これ家なの、これは。こんにちは、クローズアップ現代です。こんにちは、荷物かこれ。宇宙、すごいな。こんにちは。すごいですね、荷物がこれ。みんな入ってるの中。これ なんか何入ってるんですかね、これ。知らない、知らない、うん、あのこれホームレスさんの家、多分そう、あのおじいちゃん、ちっちゃいおじいちゃんもいるんだけど、ええ、また場所がちょっと違うんで。あ、これおじいちゃんの持ち物、 いるんだ、持ち主が。分からない、分かんない、うん、通ると置いてある。怖くないですかこれ、夜通った時。夜通らない、夜通んない方がいいですね、うんうん、あそこにもなんか女の人がいるって。あ、そうなんだ、ええ、知らないですか。夜中になると発狂するらしいですよ。そんなの、そんな時間。おたけびあげるんだって。怖いから、気をつけてくださいね。ありがとうございます、ね、
ちっちゃいおじいちゃん、誰の持ち物だろう。サブ、誰もいない。誰だろう。お母さん、自転車倒れてるよ。お母さん、自転車。お母さん、自転車倒れてるって。これ下敷きになってるの、お母さん、もしかして。お母さん、下敷きになっちゃった？誠治が来たよって。下敷きかこれ。お母さん大丈夫だ？大丈夫か？何かの風で飛ばされないようにしてるのか、自転車を倒して。誰もいないわ、深瀬村。堺公園で炊き出し始まってる。本当なのそれ？それガチ？何時から炊き出し？何時？6時？え？16時？うわ、間に合わないじゃん俺。あ、それであれか、いないのか。早いんだね。4時なの？堺公園にいんの？堺公園ってどこだっけ？堺公園って俺行ったことあるっけ？間に合わない。タクシーで行かなきゃ無理か。歩きじゃ無理。今日3カ所もあんのイベント。ふわっちみたいやん。めっちゃイベントあるやん。マジかよ。こう日本地図のイベントと桜のイベントとモンスターダンジョンとふわっちも3つでしょイベント。ふわっちやん、イベントかぶってるやん。堺公園4時、30食限定なんだ。中村公園が4時半、ゲートボール場6時。ゲートボール場ってここじゃん。あ、毎日あるんだ。え、ここもしかして毎日あるのこれ。ここゲートボール場でしょこれ。ここ毎日じゃん。すげえ、毎日飯食わしてくれんだ。ワンチャンその3カ所もあれば 1日分食えるやん。3食、毎日あるんだ。いやでもここさ、昨日炊き出しいたけどすげえアウェーだったよ。怖かったよちょっと。すげえアウェー、ちょっと怖い。柴田うるさかった、いきなり。誰もいねえよ深瀬村。堺公園1時頃に整理券なんだ。で4時からなんだ。すげえ待たすやん。なんなんそれ、めっちゃ待たすやん。3時間待たすやん。くぼっちはね結構金持ってる方だね。4000持ってるから。100人以上並んでた。ここすごいよ。パチンコ屋やん、整理券配るとか。でホームレスってなんか働き者だね。なんかずっとくっちゃねしてるイメージだけど、こうやって活動してんだね昼間。暇そうだけど暇そうじゃないの。動いてんだね。すごいな。くぼっちもだから活動してるでしょ、いつも歩いてるでしょ。忙しいわなあ。
大須のなんかリスナーさん探してくれたけどね、なんかいないって言ってる。どこもいないって、商店街も。ああ、どこにいんだろう。俺大須にいろって言ったのにさ、どっか行っちゃってるわ。歩いて暇だから。アムロいない、いないっす。多動入ってんのかな、コーチって。どこ行ったんだろう。八卿婆さんもいねえし、物気のカラスね、深志村。何時に帰ってくるんだろう。何してんだろうね。空き缶拾ったり、あれじゃない、炊き出し行ったりじゃない。その2つしかないと思う。空き缶拾うか、炊き出し行くか。あと島に関しては人のものを盗んだり、アムの競馬。はい。あの炊き出しのことわかります？炊き出し？わかるよ。今日ないですか？今日あるよ。ある？今日6時。6時？うん。お腹空いてんの？うん。食べる？ああ大丈夫です。大丈夫？どっから来たの？ナイトーク。え？どっから？ナイトーク？どっから？若葉台。6時だよ。で、今日ね、栄公園でね、4時から。4時からあったんだけど、整理券いる、1時に。あ、そうですか。そう、だから間に合わない、遅い。あ、何年やってんの、ホームレス。いやいや、うん、なったばっかり。うん、新人さん。いやいや、ちょっと遅い、情報が遅い。久しぶりに来たから。あ、久しぶりに来ちゃった。うん、遅い情報が。いや、金曜日は4時、うん、5時からと思ってね。違う、今日6時。ここ6時で、昨日はね、カレー。今日は何かかな、親子丼かもしれない。うん、昨日はあれでしょ、あの、うん、インド人かネパールか分かんない。そう。いや、前全然食べてないの、ご飯。金曜日4時ぐらい、あ、5時と思ったんだけどね。うん、今日6時ぐらいですか。そう、ご飯食べてないの。大丈夫だ。お腹空いてんの。食べる、なんか、買ってこうか。大丈夫。コーヒー飲む。向こう、中村行こうかどうしようか、前行ったんだけど。中村く、うん、歩いてきたので、向こう行こうか、どっち行こうか迷ったんだけどね。うん、向こう行ったら、こっちは5時だったから前よね。うん、だから、向こう行ったら間に合わないと思って。今日 6時だよ。あ、そうですか。待てるよ、6時まで。はい、いや、座ったらいいやん。随分あるよね。うん、座ったらいいやん。今年初めて来たから。初めて来たの？今年はね。うん、先月、保護もらってんの、保護は。え、保護もらったの。もらったの。もらってる？足りねえでしょ、保護だけじゃ。去年はね、11月ぐらいまで来たったんでね。うん、ここはね、毎日あるからいいよ、6時。